西尾です。メデルです。さあ、始まりました、よろちきチャンネル。笑ったの最後何？いや、釣ろうとしてたやろ。釣ろうとしてた。バレたやん。あ、バレたから。笑ったやん。悔しかった。楽しそうやな。どうしたの？何があったのよ。いや、何があったのよじゃないの。何をするのこれ。いや、なんか、松沢くんね、松沢くんが、コロチキさんもこれやっといた方がいいんじゃないですか的な。どういうこと？企画があるというか。企画何それ？なーぜなーぜっていうのが、もう今すごい流行ってまして。なーぜなーぜ、なーぜなーぜ、聞いたことない。なーぜなーぜ、なんか疑問に思ってることを、なーぜなーぜって最後に言って、問いかけるみたいが今流行ってんの。流行ってるみたい。でも流行ってるからってそんなんやらなあかんの。なーぜなーぜ、あーすごい。ウケたウケた、めちゃくちゃスタッフさん笑ってた。こういうことなんや、もうこれでいいやっていうか、こんなんでいいや。いや、何がいいねお前。やってみよう、お前、ほんなら。え、今俺の方がなんかしょうもなかったみたいな言うやと、もうやってみろよ今。なぜなぜ、だからなんでナダルさんのこの距離で見たらこんな毛穴が開いてるの、なぜなぜ。換気換気やめろお前。邪魔やな。換気換気ちょ、なぜなぜの派生もやっちゃってるよ。換気換気以上のこと次せなあかんねん。じゃあね、なぜなぜでしょ。換気換気、換気換気じゃないんかいな。換気してんねやん、毛穴開いてんの。はいはい、そういうのがあんねんね。あるので、まあ、これを、まあ、機にちょっと、まあ、例えばお互いにちょっと疑問に思ってることとか。なるほど。まあ、ちょっとそれをじゃあ一人ずつ言ってくんや、カメラに。そうですね、カメラにこう、まあ、ぶりっこしながら言うみたいな。はいはい、ぶりっこしながら言う。なるほどね、なるほどね、なーぜなーぜみたいな。で、それで答える時間を設ける。ちゃんとその例えば例えば今みたいに「ナナさんの毛穴開いてる、なぜなぜ」って俺カメラで言ったら、換気換気とかじゃなくて、その「なんでか」って答え言うってこと。ちゃんと最初は普通に「なぜなぜ」でやろう。別にその「させんやつ」でやらんでやろ。じゃあ普通の「なぜなぜ」知らんでも。普通の「なぜなぜ」で最初質問するだけっていうのがパッケージやんな。まあ質問投げっぱなしです。なんで急にその発生させるんですか。投げっぱなしやったら、それ投げっぱなし、最初はそれでやってだんだん答えやっていくとか、なんかそっから発生させる。8分いかなあかんから。いや別に最初別に質問するだけでもええけど。ほなもうええわ。分かった分かった、ごめんごめんごめん。だよねこいつ。じゃあとりあえず質問していくの。一応とりあえずなーぜなーぜをマスターせなあかんから、練習せなあかんから。普通のなーぜなーぜが知らんのよ。さっき見てたやん。何ターンぐらいすんの。さっき見てたやん、なぜなぜ。見てみて、俺お前に言われて見たで。じゃあゴールまでは見てんもんね。ゴールまで見てないと何がゴールなのか分かんない。なぜなぜっていうのをやっていく感じで、お前に教えられた動画で見たから。なぜか尽きたら終わり。知らんふりせんでええで。違う、ほんまに知らんでで、そのちゃんとしたやつは。なぜなぜしてる。とりあえず言ってって、とりあえずやってみよう。でも流行ってんねやったら、まずは普通のやつやろ。分からへん。とりあえずやってみたいの。うん、合ってんのか分からへんけど、行くで。はい、お願いします。分からん、ほんまに。夏が暑いのはなぜなぜ。どういうこと。なんかきついな。いやいやいや、いや、いけや。なんで俺だけ滑ったみたいな。夏がっていうのはなぜなぜって一人で滑ったみたいな。ちょっと行けよ連続で。秋にお腹すくなぜなぜ。ちゃんとやってよ。照れでさ、もう照れがかちゃんと。そんな流れてきたか。なぜなぜって検索。俺が見たのこんなんやったで。全然もう俺さ、 YouTube で見たやつこんなんやった。ナダルしすぎやって。芸人ナダル普通なぜなぜをせなあかんねん。なぜなぜ、うん、普通。でもあんなで言うたらさ、そんなもう2人のディスり合いとかじゃあかんの。そんな普通のやつ、夏が暑いのなぜなぜ、そんなバズんのかもしれない。いやいや、だからもうちゃんと俺の見て、ちゃんと俺っぽいのやって。お前っぽいのやんの。うんうん。ヨーグルトをペラってめくったら、ヨーグルトがちょっと蓋についてんの、なぜなぜ。はちみつ甘いの、なぜなぜ。ちゃんと何言ったやねん。ちゃんとやったやろが。何やねん、はちみつ甘いの、なぜなぜ。お前のレベルと何がちゃうねん。俺なんでプーさんに寄せて、なんでちょっとプーさんのモノマネ入れて。知らん。ちゃんとやって、ちゃんとぶりっこして。ちゃんとぶりっこしたよ俺。いやいや、もう照れが見れんねん。そのうわ、こんなのやってる俺みたいな。ちょっとほんの、ちゃんとお前が照れてないから見るから、ちょっとやってもらう。俺が照れてないか。はい、いくよ。
なんか飲んだ後に飲んで家帰った後一人で起きられへんの、なぜなぜ。めっちゃきついやんこれ。めっちゃきついやんお前。今みたいに疲れてるのに全然寝れなくて無呼吸になるの、なぜなぜ。何がやねん、ダメやない。一生懸命やったやろがい。俺の悩みやないか。ちゃんとやろ。ちゃんとやってる。コロチキ仕様に変えよう。どうしよう、ほんならこれ、こんねがほんまのフォーマットというか。まあね、こまあこんな若い女の子がやるから見てられるって言ってね。だからおっさんやったら見てられへんかったって言うから。松沢くん、今のがずっと続くので耐えれる。見てられるこれ、8分しんどい。あなたが提案したんでしょ。しんどいやないね。じゃあお互いに向けてのなぜにする。そうしよう。それで答える時間を設けますか。うん、まあ、とりあえずでも耐えれる、ちょっとまず耐えてみよう。あ、え、耐えんの。うん、答えずに、うん、ちょっと待って、ちょっと待ってぐらいになったら。わかりました。はい、来いよ。はい。うん、ナダルさんがなんかネタ合わせするときに考えるふりだけして寝てしまうのはなぜなぜ。結構ハゲてるのにセンター分けしてんの、なぜなぜ。なんで冬になったらお風呂週3ぐらいしか入らへんの、なぜなぜ。水に浸かって髪型ぐちゃぐちゃになって面白い感じになってんのに鏡で直すの、なぜなぜ。トークライブの罰ゲームで負けてバンジージャンプ飛ぶってなったのに一向に飛ぶ気配がないのはなぜなぜ。これなぜなぜ。ちょっと待って。これなぜなぜ。なぜなぜこれ。これこれこれ。いやこれ映ってる。キーホルダーのリング大中小なぜなぜ。違う違う、カラビナっていうやつやこれ。カラビナ流行りの。知らないですか、カラビナ。おちんちんの横にメカチンチンみたいな、うん、やめろ。おしゃれでやってんのに。あ、そうなの。メカチンチン、カラビナって知らない。メカチンチンありますやないの。メ、え、何。メカチンチン、メカチンチンあります。ありますや。このひどいな、これ一緒に選ん。冗談や。一緒にすっごい人と選んだのに。誰やねん。いや、スプチャンネルうるまさん。うるまさん。むせんねん俺、うるまさんの話聞いたら。なんでうるまさんアレルギー。あの、ちゃんとお世話に、お世話にもなってる。一緒にグッズ作ったの。誰やねんってあんま言いたない。いや、誰やねんって思ってるやんじゃん。お前がそれボケで使うから俺が言うしかないねん。やめろよ、スプチャンネルウルマさんと選んだよ。スプチャンネルウルマさんとはもうスプチャンネルウルマさんとずっとショッピング行ってる。そうな、うん、見えてなかったな。なぜなぜ。カメラワーク、カメラワークとかちゃんとこんなうまいことできへんの、なぜなぜ。俺はいつも本当にこうやって撮ってくれてるのがすごく嬉しくてありがたいのに、そうやって文句言うの、なぜなぜ。よく思うと、あのYouTube の企画とか全然携わってないのに、なんで半分収益持っていくの、なぜなぜ。それは俺にしか、俺にしか引きがないから、なぜなぜ。俺にしか引きがないからとか言うけど、お前なんて一番底辺の C クラスでもう鼻くそみたいな発声練習しかしてなかったハゲを拾ってあげたのに、そんなん言うんやな、なぜなぜ。俺がおらんくなったらこの時期終わりやで、なぜなぜ。俺がおらんくなったらっていうか、お前がおらんかったら俺違うやつともっと売れてたかもな、なぜなぜ。もうやめよ。え、かわいそうや。お前が、俺がかよ。なんで俺がかわいそうや。元気出せや。元気出せ。楽しくやって。元気なかったやろ。楽しくやって。楽しくやれや。何がやねん。どうしたんやお前は。何を言ってんねん。マジな、とわりなぜなぜって言ってふざけてやんねんこれ。お互いそんな真剣にやってどうすんねんこんなもんは。マジになってたから。なんやねんこの企画。頼むで。やるほら、席も出てきて。ある女芸人の胸を揉みしだいたのはなぜなぜ。柔らかそう。何言ってんねん。いや、なぜなぜでもないし。柔らかそう。ハゲたおっさんが柔らかそう。もうさ、やめよ。やめよ、ほんまに。ほんまに。よくないわ。よくないよ。今まで何分いった。10分達成した。使えるの。達成って言ってるよ。いけると思うこれ。他いいですか、その先輩芸人に思ってるなぜなぜとか。先輩芸人に思ってるなぜなぜ、例えば、
例えば、先輩芸人に思ってるなぜなぜ、サバンナ八木さん、あんな知名度あんのにフォロワー8000人ってなぜなぜみたいな。西のツイッターめっちゃ更新してて一生懸命頑張ってるのにフォロワー全然増えへんの、なぜなぜ。いや卑怯やったよ、相方行くの。じゃ今先輩言ったよ、俺サバンナ八木さんって言ってんの。かわいそうやろお前ちょちょ先輩いたんよ今。もう俺そんなできひんわ。俺は先輩いたんよ。いやいや行かなあかんよそれは。先輩かわいそうやろお前。いやそれは、いや視聴者待ってるでこのチャンネル。小山秀夫さんツイッターフォローしたのにフォロー返してくれないの、なぜなぜ。いやそれなし。なんで鬼越さんのコラボの時言ってたからそれはそんなにしっかり聞いてます。改めて言って、大山秀夫さんフォロー返してくれへんの、なぜなぜ。いやいや今は返ってくれ、返ってきてない。え、返ってきてない。 LINE も返ってきてない。 LINE も返ってきてない。 LINE 既読無視ですか。あーちょっと、じゃあもう最後なんか人だけ言って終わる、うん、いいよ女も行けお前。え、じゃあ俺に続いてちゃんと先輩の言える、うん、分かった。うん、アントニーさん、あんだけいろんなことをかじってなんで今さらモルック始めてんの、なぜなぜ。それはもういろいろ仕事せなあかんかしゃあないやろがい、なぜなぜ。私立もんだ、私立もんだね。可愛くないしまず。なんか正論やったし、ほんでいろんな仕事せなあかんやろがいはい、はい、まあ、流行りに乗ってみて、はい、どんなものかというのをね。予想何再生数、予想いくらぐらいですか。1日終わったぐらいのっていい。うんうんうん、8900円。分からんで、もしかしたら。じゃあ、まあ、サムネ撮ろうこの後、うん、それによるわ多分。なぜなぜ、かわいく。え、うん、かわいく。ちょっと、うん、ナダルさんピンで、うん、俺が企画してみたのよはい、はい、ということで、なぜなぜでした。もしよかったらね、娘さんとかと一緒に遊んだら。ああ、なるほどね、うん、なんか、会話で、はい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 、ダディとか言われるやん、うん、その、なんか、私が、なんか、うん、生まれてきたのってなぜなぜって言われたら、なんていう、うん、意味を持って生まれてきたんだよって。うわぁなんかあんま俺、何回も言ってるけど、その家族巻き込んでなんか変なこと言わずすなよお前。ほんま、違う違う、そういう時どう、いやらしい、いやらしい人、いやらしい人にも、なんかそういうなんか人の子、違う違う、俺が、いや、なんて言ってほしかったお前。違う違う、子供が、わ、俺そういう時は家族系巻き込むの嫌って言ってるじゃん。こういう時にいやらしい人、違う、ほんにもこれ、なんやねんそれ、いやらしい人。子供のそういう質問って難しいとされてる、難しいとされてる。いやらしい人ってなんやねん。分からへん、お前が分からへん俺は